演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はミスタードーナツの新しくなったホットクリームパンに食べたいと思います。以前と似たようなものもあるんですけど、全部新商品なんですね。で、こちらにはリニューアルしたココナッツチョコレート、これも食べてみたいと思います。ではいただきます。まずはこちらから、熱っ、ダメです。ではこちらのウインナーからいただきます。サクサクがいいなこういうのは。いただきます。うん、ヨガのってあんまり踊りよくないですよね。やっぱり頑張ってやるべきでしたよね。ごちそうさまでした。カレーパイは中に入っているカレーがほんのりピリッとした辛さ、さっとしたパイの友達と比べますね。カレーパンともちょっと違ったようなこんな感じですね。そしてミートパイ、トマトの酸味が口の中でふわっと広がってきて、爽やかな一品ととっても美味しくいただくことができました。中に入っているのはキノコだったんです。そしてリンゴパイ、これ最後に来てよかった。甘酸っぱいパイと、うん、リンゴの甘みの相性がとても良かったです。甘酸っぱいリンゴの甘みとパイの相性でしたね。逆になってました。甘酸っぱいパイってなんだよって話ですよね。そしてリニューアルしたココナッツチョコレートは変わったのは聞いてるはずなんですけど、なんだかココナッツまで美味しくなっているような、その気がしましたね。どっちかが変わればもう一つも変わるのでしょうか。で、今回3つのパイを食べてみましたが、自分の中で一番の国が最初のフランクフルトのパイですね。このウインナーが本当に良かったです。あんなに歯応えの良さです。この次がミートパイかな。あのトマト、めっちゃ爽やかなイメージが口の中で広がっていくというのがいいですね。パイドというとどうしても濃い味になるので爽やかというのも新しくていいと思います。3つ目がカレーですね。あのカレーライスにしても美味しいが違うから、パイだからこそ美味しいカレーとも言えますね。この良い刺激やっぱり、ね、点数はカレーパイがこちら、ミートパイもこちら、フランクフルトはこちらとさせていただきます。というわけでミスドのパイいろいろ出てきますね。なんか当てているようなんか出そうな感じなんですけど、どうなるんだろう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。